皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もメトロエクソラス遊んでいきましょう。さあ前回ですね、地上の探索中にハンザの勢力に拉致されたアルチョム夫妻、ただ連中が走行可能な蒸気機関車を持っていることが発覚しました。今日はまず残った敵の殲滅、あとその蒸気機関車の強奪が目的かな。進めていきましょう。今日のメトロエクソラス、ラジオから聞こえるのはノイズだけだという状況が何年も続いている。にもかかわらず、地球上に僕たち以外にも生存者がいるなど誰が信じるんだ。妻、オーダーの仲間、駅の住人、誰も信じない。ラジオからは何も聞こえてこない。モスクワのメトロに隠れている人間以外に生存者などいるはずがない。この星で生きている人はここにしかいない。それがここに住む者の共通認識だった。でも僕は聞いたんだ、救いを求める声を。すぐにノイズにかき消されてしまったが、確かに聞いた。それは空の下に人が住める場所があるという証拠だ。僕たちは暗い地下で死ぬまで過ごす必要はない。だが誰も信じなかった。このロード画面のあらすじにちゃんとナレーションが入ってるのもいいですね。さすがのローカライズ。ちなみにこの寺澤正樹さん、ファークライ5だとファーザーだっけ、あの大ボスの。あっちもあっちで今回ポストアポカリプスですね。どうなってんだろう。全兵士を相手にすることはできない。さて、で、こっからスタート。待ってね。一旦武器出して。でですね、ちょっと硬さを見ていきたい。プレイヤーの。一旦これわざと死んでいい？突撃。あ、いけないんだ。ちょっと撃ってもらおう。いや、アンナさんが全部やってくれる？どうかな？あ、ですね。嫁さんが強え。マジか。そっち。ん、ここ、死ねるっぽいな。待ってね。一旦ちょっとそう、柔らかさを見ておきたい。はい、もうちょいもうちょい。今、顔面上部が赤い状態。これで、もうちょい耐えるか。ん、で、死にました。なるほど、こういう感じ。結構柔らかいね。なんで多分囲まれたらまずいかな。一気に持ってかれる。よし。次、そこにいる。待ってね。オーテイムがあの壁の向こうに。よしよし。で、乗り越えて、そこ。よし。さらにこっち。もし全滅かな。で、遺品あさろう。よした。で、こいつも。四角短押しかな、これ。あれですね。で、長押しすると多分開くんだ。違うのか。あ、違うっぽいな。仕様がね、よくわからん、まだ。あと6か。これも開けていける。待ってね。探索、探索。了解。待って。さあ、弾薬。これもフルか。AR。あとね、前回結構ね、ドキュメント見直してしまっていたっぽい。ポストカードとかあるっぽいんですね。結構みっちり探索したんだけど、見落としやすいのか。と、メディキット。で、配電盤。よし。やったよ。で、全員来ますと。あ、こっちもか。ここにもあった。おわっちゃん、なんすかなんすか。どうした？あっちか。あ、あの上だわ。あぶね、今の。これ待って、死ぬ。回復。一発回復。これどこにいる？で、そこだ。よし。いた。一匹いった。よし。二匹目。あとでそっちにいる。よし。ぶっ飛んだ。何かぶっ飛んだ。どうかな？こっちもか。え、速攻離したけど。死ぬかと思った。大丈夫？おい、プラットフォームに手動で動かすレバーがある。アルチョム。行こう。イエルマーク。よし。ペチル。
まずい、まだいんな。あ、違うか。奥さんのレーザーサイト。よし。さあ、再び戻って。大丈夫か、今の。了解。まあ、どっから来る？あ、で、明らかにこれ奥さんの方が強いわ。多分そこら辺にいるっぽい。あと上かな？いや、敵が見えない。まずい、こっちまずい。焼ける。どっちだ？まずい、追ってか。なんだ、上に何かいる。これ敵の残党か。どうぞ。よし、この二人は射殺して、運転手は。おいおい、二人を射殺。一兵士が口出しをするな。ここは大佐に判断を委ねよう。大佐、こちらの状況を報告します。オンの父さん、いや、ミラーか。どういうことだ、アルチャム。お前はなんでここにいるんだ。なんてサプライズ。アイさん、これは軍法会議ものですよ。分かってますか。おい、全員黙れ。信じられない、こんなことが。クソ、これが真実なの。あいつらと共謀しているの。黙ってろ。どうやってここに来た。ああ、もうどうでもいい。お前がどこに首を突っ込んだか想像もつかないだろうな。もう撃つ手がない。ハンザがおとなしくしているわけがない。その通りです。いいえ、黙ってられないわ。この妨害装置は何なの。モスクワ以外にも製造者がいることを隠す理由は。あの谷底には人々がいる。他の町の殺された、全員黙れ。女も子供も。後で話す。全て。おい、外の様子はどうだ。線路は。問題ありません。少なくともあと100キロほどは。近くに安全に停止できる場所はあるか。ありますとも。ただ急いだ方がいい。警備車両を呼んでるはずだ。よし、みんな。アルチョムとアンナがとんでもないことをやらかした。彼らはモスクワに戻れなくなった。戦時立法では彼らは死刑だ。いずれにせよ、ほとぼりが冷めるまで町の外に出さないとならん。だが他の者は残れ。わかるな。部下を危険にさらすわけにはいかない。そういうわけにはいかない。妨害装置のことは誤解があるよ。俺は何があっても二人のために戦う。そうだ、アルチョムもアンナも。俺らは誰も見捨てない。我々以外に誰がやる。分かったよ、スパルタン。こいつらを投げ捨てて全速力で発進だ。外の空気を吸いに行きましょう。みんなが助けてくれて本当によかった。命令だからじゃなく、みんなの意思でそうしてくれた。戦争で全て焼け野原になったと信じたまま、20年もの間メトロで過ごしてきた。でも奴らがあの妨害装置でモスクワを囲っていたなんて思いもよらなかった。つまりミラーとハンザ、裏で協力関係にあったんだ。ただみんなにはそれを秘密にしていた。自分の娘にも。あなたが必死になって地上を探索していたのに、父さんはずっと嘘をついてた。騙していたのよ、私もみんなも。まだ列車あったのか、連中の。今のはただの警告だ。応じなければ射殺する。あの装甲を見ろ。
マシンガンまで装備してやがる。どんな気分だ。これがお前が望んでいたことか。彼のせいじゃないわ。全て確保。これが大変なことだ。今すぐエンジンを止めろ。ああくそ、大丈夫か。かすり傷だ。ごめんぞ。ブレーキがちゃんと効いてくれればな。イエルマーク、速度を落とせ。降伏したと思わせる。置かれている状況を理解したようだな。そのまま速度を落として止まれ。グレネードを投げても塗装が剥がれる程度しか。じゃあ中さんなると爆発物が足りません。あるもの全てを奴らの過失に投げ入れることができれば。あるいはアイさん、俺にやらせてください。わかった、立候補者を募ろう。アルチョム、お前がいる。なんで自分なの、立候補は。なぜ彼なの。こいつが全ての元凶だ。代償は払ってもらう。アルチョム、減速したらすぐに起動する。私が気を引いてる。プラスチックジャークブ、お前なのか。そうだ、諦めろ、ミラー。逃げ場はない。お前はここを知らないだろ。俺たちは知ってる。こんなに遠くに行くつもりはない。街の外の喧騒から離れた場所に行きたいだけだ。そしたらいきなり発砲しやがって。一度止まったら行かせてくれるか。サマザ、一旦映って。これ一応会話聞いておきますね。ちょっと待ってね。私が裏切り者だと。なら答えろ。その列車でどこに行くつもりだ。ドライブにでも行くつもりか。これミラーとつながりあんのか。答えは一つ。あいつら、お前は金で雇われた。そしてご主人様の元に戻るんだろ。よし、フィルターかな。これフルか。裁判など取り行われるわけがない。一発変えて。もう黙れ。何を隠してる。よし、行きましょうか。これ待って、どういくの。こっちか、ここか。もう何年もお前らに従ってきたんだ。お前らのために血を流してきたんだ。裏切り者め、奴らは俺たちを攻撃した。そしてお前は。私は生まれてからずっと兵士だ。人生を人々に、祖国に捧げてきた。だがお前のような寄生虫に捧げる気はない。さあこれどうする。中も敵はいっぱい。あと待ってね、字幕のサイズ、あれ今回ちょっと台にしてみていいですか。どんなもんか。多分ね、これスマホの方は台の方が見やすいかな。よし、字幕サイズ台。さあこれで行ってみよう。こいつは雑魚か。ナイフ、敵を殺す。でもしか気絶か。カルマ的には多分気絶の方がいいのか、おそらく。で、そこに2人。これきついだろう。どう行く。こっちに行くのか。ちょっと待ってね。ただそっちアイテムなんかありそうだな。まずはテイクダウン、殴って、でこいつも殴る。よし、オッケー。アイテムないか、どっかに。待ってね、フィルターゲット、ドキュメント系が欲しいね。うん、あった。よし、で日記を発見。公式書簡、環状線省域連邦財務委員会、宛先特務機動広域部隊、指揮官東部マン中佐。でこれが本文。機関が提出した調達要請書764の3号に従って、軍使用の 7.62 ミリ弾6000発を装填した弾薬ベルト200点を緊急支給したことをここに確認する。だが忘れないでもらいたい。この取引が目覚ましい成果につながらなかった場合、機関には即座に責任を取ってもらうということを。機関の作戦はある種の華々しさを有しており、そのために好意的な評価を受けがちではあるものの、我々の予算にとっては一貫した負担となっている。今回の装備支給は機関のこれまでの活躍によってもたらされた信用を鑑みての超法規的貸し越しであり、直近の理事会で精査される予定であることを肝に銘ずるように。今回の投資に対して満足のいく結果を確実に上げる必要があると理解してもらいたい。署名者財務委員長 Y ボロシコブスキー。おそらくこれメトロのボス同士の間でつながりがあったのかな、密約とかね。よし、他ないか。ないですね。さあこのどう乗っとるか。でさらにフィルターね、これフルですね。
と弾薬、これもフルか。15発。ハンドガン、こっちか。これあんまり使うんだろう。さあ、リロードして、さらに取る。取れないか。ちなみにこのエクソナス、聖書の出エジプト記のことですね。これね、前回言い忘れたの。紀元前の13世紀頃かな、エジプトね、ユダヤ人が普通に奴隷として使われていて、で、モーセがそれを率いて、約束の地カナンへと大移動するという話。出エジプト記、エジプトから脱出しますと。さあ、ここも、あ、できますね。もうすぐだ。ユニット3、準備しろ。これまずいかな。どう行く？こっちか。よし。そっち相手もあんのかな。時間切れだ、ディーラー隊さん。まずい。待てよ、減速してるじゃないか。ブレーキが引かれてるんだ。心配ない隊さん、我々が手を貸してやる。よし。さて、一発回復か。とりあえずで、こっちに行く。そこもただこれアイテムあんのかな。ちょっとやっとく。よし、裏取り。 OK、 一匹いる。よし、ブレーキだ、ブレーキをかけろ。どうだ。あ、ここにいた。 OK、 さあ、全員死にました。で、ドキュメントこれないか。そこになんかあったな。一発、弾一発。大丈夫、主人公補正がある。落ちた。ここもやっぱ腰ダメでいくか。うん、こっちもね、絶対安定すると思う。こういうところはエイムする。危ない。そこに一匹。ここ、あの、そこに。ちょっと待って、一旦リロード。よし。で、治療キット。一発回復。結構これナイフ持ってかれんな。君持ってないかい？ないか、弾薬。よし。さあ、二人やった。あと待って、ここにアイテムがある。これ何？おし、メディキット。え、じゃないのこれ。あ、じゃないんだ。おい、なんだよこれ。普通にあの緑十字書いてあったじゃん。で、さらにここにドキュメント。おし、これは欲しかった。こういうの。で、日記ですね。被爆者の書き置き。よし、やつらは何か気づいたようだ。見張りが厳しくて、ベルトを2本すり替えることしかできなかった。うまく使ってくれ。今回は貨物全部を財務委員会に持ち帰るつもりのようだからな。今まで楽しかったが、お互いに監視対象のリストに入れられないうちに退散するのが身のためのようだ。多分これスパイでしょうか。ベルトを2本すり替えた。そのベルトとはどこにある。で、遺品もらって。よし、満タン。こっち戦闘車両か。あ、待って、閉められた。どこ？行きなさい。アルトム、できるだけボイラーの近くに爆弾を仕掛けろ。さあ、どうする？飛ぶのか？ブレーキ。からのジャンプ。私たちは完全に裏切り者になった。完全なる敵になっちまった。
モスクワから100キロメートル離れた地点でガイガーカウンターを確認した。どういうわけか数値は全て安全域だと示した。信じられないくらい嬉しいはずなのに、皆そうは思えなかった。全員次に何をすればいいのか分からず混乱していた。僕は答えを待っていた。つい先日まで絶対的な信頼を寄せていた司令官の口から説得力のある言葉が聞けること。さあ、その感情同盟を裏切ってしまったアルチョムたち、これどうなるんだろう。もう100キロ移動したのか。暗い顔をしてどうした。我々は岐路に立たされています。みんな思っているでしょうが、我々はこれからどこに向かうのでしょう。そうだな。お前が何かいい考えを持っているかと期待していたが。それでお前のカウンターは正常なのか、確認したのか。ちゃんとしたわ。安全よ、ステパンもね。マスクなんて必要ないわ。そうか、奴らは正しかったのか。一体誰が言ってたのよ。どうして答えないの。私たちを殺そうとしてたのは何者なの。なぜ父さんに銃を向けるの。分かるように説明してよ。また爆弾並みの衝撃があるかもしれんな。戦争は終わっていないんだ。終わっていないってどういうこと。最後まで聞け。大部分の都市は破壊された。その他の地域はおそらく敵の占領下に置かれているだろう。さらなる核攻撃を避けるために司令部はある作戦を実行した。死んだふりをしたのだ。無線の電波を外に出さないためにシールドシステムが構築された。モスクワ近郊を網羅する妨害電波ネットワークだ。あの無線オタクたちの頑張りのおかげで俺たちは何十年もミサイルの脅威から守られていたんだ。そしてその妨害装置の一つがここにいる者の手で無効化された。なぜもっと早く言ってくれなかったの。アルチョムが無線機を持って地上を探索してたのを知ってたわよね。言えなかったんだ。このことを知らされたのはほんの半年前だ。口外すれば死を与えるという条件付きでな。それで人々には気象レーダーだと伝える必要があった。失礼ですが、戻ることができないとしたら前進するしかないんじゃないですか。考えがある。だがアルチョム、このまま黙っていても拉致があかん。暇ならお前は無線をチェックしてみろ。ここなら妨害電波は及ばないはずだ。ガタガタ言わずやってみろ。通信を探すんだ、箱舟からの。これでなぜ我々が司令部にとって裏切り者か分かったか。我々は妨害装置を無効化し、護衛を殺害し、警備車両を破壊してモスクワから脱走したんだ。判決が明らかなのに裁判など必要だと思うか。もう戻ることはできない。つまり我々は前に進むしかないってことだ。司令部って一体何の話よ。モスクワ防衛司令部だ。姿なき監視者について聞いたことはないか。そんなのただの都市伝説でしょ。違う、それこそが司令部だ。そいつらが保身以外のことに興味があると思うの。それと箱舟って一体何。アルチョムが信号を探知できれば全てわかる。見つからなければ話すことはない。その箱舟が見つかれば全てうまくいくってことなの。そうじゃない。他に考えがあるなら言ってみろ。言ってやるわ。モスクワの人々が暮らせる安全な場所を探すの。アルチョムがずっとそうしてきたように。全員を敵に引き渡すのか。そりゃ明暗だな。真っ先に解決すべきは我々の問題だ。その後でモスクワの人々を救う。いいな。どうだアルチョム、何か見つかったか。待ってね、まだやってないよ。こんなに広い世界があるのに、安全に生きられる世界が。とりあえず今分かっているのは放射線レベルが低いというだけだ。空気は問題なさそうだが、果たして雨は。でもモスクワでは呼吸すらできないのよ。
それでここに住んでる者がいるか。わからない。我々をどう思ってるか、それもわからない。モスクワに生存者がいると知ったらそいつらはどうするか、これもわからない。探し続けろアルチョム、必ず信号があるはずだ。でも隠してたのは事実よ。20年間ずっと隠してた。殺し続けてきたことも知ってる。この規模の極秘作戦にある程度の犠牲を払うことはやむを得ん。確かに犠牲になった者もいる。だが爆弾が投下されれば何千万もの命が奪われる。そして我々は生き延びた。我々はそういう時代を生きているんだ。アルジョムは殺されるとこだった。彼もその犠牲者だっていうの？答えはイエスだ。たった一人の命とその他全員の命、そのいずれかしか救えないとしたら、たとえそれがお前にとって大事な男だろうが、メトロの全住人だぞ。迷う余地などあるはずがない。ちゃんと探してるのかアルジョム、もっとちゃんと探せ。待ってね、話を聞いてます。私でも同じようにするの。迷わずそうするだろう。俺はメトロの人々を守るために人生の全てをかけてきた。わかるか、人生の全てだぞ。一瞬もためらうことはない。メトロを守るためであれば俺はどんなことでもする覚悟がある。もし今から戻って射殺されたって構いやしない。それだけ多くの命がかかっているんだ。すでに犠牲となった者たちのことを考えれば迷う余地はない。どれだけの、ごめんなさい、そういうつもりじゃ。その、でも私たちは覚悟を決めなきゃ。隠し事をしながら議論を続けても事態は好転しないわ。この先のことを考えないと。この先と言ったか、教えてやろう。それは全てアルチョムにかかっている。信号を見つけることができれば、生存者がいるのなら。見つけたかアルチョム、頑張れ、必ずいるはずだ。さあこれで予約会話シーンが終わり。これ敵って誰だろうね。多分合衆国かアメリカとか、探し続けろアルチョム、もしくはドイツとか。でこのアルチョムが無線を探せるかどうかに全てかかってますと。はい、さあどうね、すいません、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、で次回ですね、この無線機をいじくり回していきましょう。はい、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回メトロエクストラスでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。頑張れ、必ずいるはずだ。待って、パート3で頑張るから待ってて。